皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。高校受験対策、定期試験対策にもなる中学理科基本ミニテスト、高校生の3回目です。今回は実験の、問題になります。ここにタンポポの葉を入れた試験管 A、 こちらですね。これと葉を入れていない試験管 B、 この両方に息を吹き込んで栓をしました。そして光を当てて30分後、それぞれの試験管に石灰水を入れてよく振ります。ここから問題3問ですね。1、試験管に液を吹き込んだのはなぜですか。2、石灰水に反応したのはどちらですか。その反応はどのようなものでしたか。3番、一方の試験管が反応しなかったのはなぜでしょう。この3つです。さあ皆さん、ここで一度動画を止めて答え考えてみましょう。そして答えが分かったら動画もう一度再生して正解を確認してください。正解はこうなっています。1番、試験管に息を吹き込んだ理由、これは試験管の中に二酸化炭素を入れるため、試験管の中に二酸化炭素を入れるためです。2番、石灰水に反応したのはどちらですかと、またその反応はどんなものですかと。反応したのは B の方ですね。石灰水は白く濁りました。なぜ白く濁ったかって、これ二酸化炭素があったからですよね。石灰水って二酸化炭素を通すと白く濁りました。ですから B の中にはまだ二酸化炭素が残っていた。反応しなかった A、 これ二酸化炭素がなかったということですよね。3番の一方の試験管が反応しなかったのはなぜですか。 A の方にはタンポポの葉っぱが入っています。で、光が当たりました。ですからタンポポのあの光合成で二酸化炭素が使われたから、これが3番の答えになります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。